皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですけども、キャリア官僚離れが東大生が進んでいるぞということでございます。なんか日本語変だったかもしれませんけど東大生のキャリア官僚離れが進んでいるですね、うん、はい、正しくは。で、あの記事一応引用したんですけど、あの別に今日ちょっとこの記事を紹介したいというわけではないんですよ、うん、はい、この記事書いたのが、はい、一応池上彰さんの本から引用したものということになってるんですけど、ちょっとこう、まあ、池上さん節といいますかね、はい、あのまあまあまあ好きな人嫌いな人いると思うんですけど、池上さんのことはそこは別に今日ねこの場であのディスカッションするわけではないので、まあ、参考までに載せておきますということですね、はいはい、一応この記事を見て今日の話を僕が思いついたので参考資料ということですね。で、一応記事ちょっとだけ引用すると、国家公務員総合職いわゆるキャリア官僚の合格倍率が 7.8 倍と過去最低となっているということですね。このデータ自体はですね、多分あの東大生で 7.8 倍じゃなくて、あの全国的にってことだと思うので、まあ、東大生の中でまあ進んでいるという証拠資料ではないんですけども、あの以前ですねサブチャンネルでも紹介したあの東大生の行きたい就職先ランキングみたいな、はいはい、まあ、アクセンチュアとか、うん、楽天とかすごいよね、まあ、サイバーエージェントとかもあったかな、うん、あとソニーとか理系だったら、はい、まあ、すごいねみたいなのあったんで、まあ、それを見たことある方であれば今日の話というのはね、まあ、なるほどっていうふうになると思うんですけど、はい、まあ、実際ねあのキャリア官僚離れ進んでいるのかどうかでいうと進んでいるというのがもう結論なんですよ、はい、で今日話したいのは、じゃあ実際僕が学生だった、うん、それこそまあ約10年ぐらい前ですねの頃はどうだったのかっていう話と、じゃあこれからどうなっていくのかっていう、このね過去と未来2つの話をちょっとしてみたいと思いますね。はい、でまず最初に過去の話をすると、まあ、10年前ですね、僕がだから、就職するときはですね、実はあの結構あの就職氷河期だったんですよ。就職氷河期、はい、はい、それこそあの2011年にあの東日本大震災ですね、うん、まあ、痛ましいねあの災害がありまして、まあ、僕の1個上の学年の先輩方が2011卒だったんですけども、本当にあの場合によってはですね、東大の先輩でっていうのは聞いたことないんですけど、あの自分の知り合いの先輩とかだと本当に内定を切られるというか、うん、あの内定をなんかあのスルーされて4月に会社に入ることができなかったっていう方も僕の周りにも正直いました。それは厳しいですね、うん、し実際に僕らはその次の12年卒でしたので、当然、まあ、3月から6月ぐらいっていうのは当時はやっぱり就職の一番こう、まあ、盛り上がるシーズンでしたので、当然そこがめちゃくちゃ冷え切ってたわけですしね、はいはい、世の中的にもこう日本の株価っていうのはすごい下がったりとかっていうのもありましたので、うん、まあ、そういう観点でいくとやっぱり辛い年だったんですよ。なるほど、はい、で僕は幸いにしてですね、はい、その東日本大震災の前の日ですね、うん、はい、前の日に内定承諾書にサインをして出してたんですよ。おお、ギリギリですね、はい、ギリギリです。ただあの僕が勤めた会社は内定を切って学生を取らないということは一切しなかった会社なので、地震が来ても来なくても多分まあ入社はできたんですけれども、まあ、ただやっぱり僕のね同級生でもちょっと早い段階で内定もらってたけど、結構ベンチャーでちっちゃい会社とかだと、いやちょっともしかしたら取れるか分かんないから就職続けてって言われた友達とかもいました、正直。なるほど、うん、はい、まあ、ただやっぱ東大生の周りの友人とかもやっぱり民間企業だとそういうリスクがあるっていうのがあったので、はいはい、うん、少しちょっとそういうね公務員とかっていうところに気持ちが動いてた人というのはいたので、はいはい、ただその中でも実際に、まあ、キャリア官僚になりたいっていうふうに言ってなった人というのは東大の法学部ですね、僕の周りにいたのは、うん、法学部ですと、まあ、ざっくり3分の1ぐらい3分の1ぐらい、はい、うん、ちょっと多いかな、実際はもうちょっと少ないかもしれない、はいはい、うん、あの4分でも4分の1はいたと思うんだけども、それぐらいの人はまあなりたいという思いがあって、まあ、いました。であとはですね、もう一つ進路先としては、まあ、民間企業以外に大きいのがロースクールだったんですね。ロースクール、はい、はい、まあ、そこから主に弁護士、うん、実際は検事とか裁判官の方もいますけど、はい、まあ、多いのはパイとして多いのは弁護士ですね、はい、になるという方が結構いらっしゃいました。なので、まあ、当時も官僚っていうとちょっと人気に陰りが見えてきたかなっていうのはあって、はいはい、僕が新卒で日本の会社の就活をしている時も、なんていうかな、もう一生この会社に勤めていくよねみたいなことは、うん、あんまりみんな考えていなかったと思いますね。なるほど。もちろん中にはそれがいいというふうに言ってる人もまだまだいた、うん、多分もうこの2021年だとそんなこと言ってるやつは時代遅れだぐらいじゃん。そうですね、終身雇用はなかなかもう口に大にしていないですよね。そう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 、はいはい、だけど僕の時代だとまだいた、うん、そう、もう、あ、もうこの会社に勤めていきたいっていうふうに言ってる人はいたけど、もう少数派、はいはい、うん、だからまあ時代的にはだからさらに 僕の時代から10年とか20年前だと多分みんな結構
半数以上の人が終身雇用かなと思いながら言ってたんじゃないかなと思うんだけ ど、なるほど、僕の時代だとそういう人は少数派になって、うん、まあ、今や、まあ、いなくはないと思うんだけどすごく少ないっていうことだと思いますし、まあ、実際ねそんなにその60歳まで勤められる現実じゃないよってこともいろんなメディアとかで発信されて、はいはい、結構大手企業に行っても出向になったりとか、うん、別にね辞めろって言われるわけじゃないけど、まあ、いろんな関係上、まあ、早期退職せられなかったりとか、そうですね、そういったものも出てきているので、はい、まあ、今思う人は少ないと思いますが、まあ、ちょっと話を置いといて、ただキャリア官僚という意味で言うとやっぱりちょっと離れているのかなってありますね、うん、ただやっぱり実際一部の学生は僕の同級生もかなり前向きに官僚になっている人はいましたね、はいはい、僕の時に多かったのは外務省が結構人気でしたね、外務省ですね、うん、あと伝統的にはやっぱり財務省がエリートっていうふうに言われる、まあ、旧大蔵省ですね、はい、エリートで言われるんですけど、まあ、たまたまだと思うんですけど僕の直近の周りの人には、1人いたかなぐらいですね、うん、はい、でも多分たまたまだと思います、はい、人気だと思いますね、うん、はい、あとはそうですね総務省にいた人もいるし、いろんなとこに行きましたね、うん、はいはい、あとは農林水産省が1人いたかないなかったかな、うん、みたいな、まあ、そういう感じですね。じゃあまだまだ官僚を目指されてる方も多かったということですかね。そうですそうです、うんうん、ただやっぱりそのキャリア官僚になれれば何でもいいという人はめちゃくちゃ少なくて、はいはい、やっぱり外務省とか、うん、財務省とか、はい、そういうところに行きたいという人が多かった。なるほど。そうだから一番僕の仕事に近いのは文部科学省なんだけど、確かに文科省に行きたいっていう同級生は僕の周りにはいなかったですね、うん、はいはい、そうで実際その文科省の OB というかその入社した人がどこの大学の OB なのかっていうのとかを、まあ、調べると出てきたりしますけど、実はそんなに東大がめちゃめちゃ多いわけじゃなかったりとかもして、なるほど、はい、もうだから時代的にだんだんやっぱりこうキャリア官僚っていう、まあ、下のところから人気というのは落ちてきているのかなというふうには思いますね。なるほどですね、はいはい、であとはやっぱり官僚っていう組織に対する社会的なその見方っていうのも変わってきたと思うんですよ。確かにやっぱり昔は僕がまだ、大学生だとちょっとあれですけど、やっぱ中学生とかの頃って、はいはい、官僚ってなんかめちゃめちゃ偉い人のイメージがあったのね。そうですね。それはなんか僕が中学生のガキンチョだから、うん、そういう視点しかなかったとも言えるけど、はいはい、ただ実際ニュースとかメディアを見てても官僚イコールエリート、はいはい、で、まあ、もちろん官僚組織というものにちょっと問題をが提起されてきた時代だったりするんだけども、ただまだまだその官僚っていうのは優秀でみたいなことは言われてた時代なんだけど、はいはい、最近なんかちょっと変わってきてんなみたいな。そうですね、最近はバッシングが結構多いですよね。そうでむしろさ、官僚が使えないだろうなんだろう言われすぎて、はいはい、むしろなんかこうメディアで優しく扱われている感じがある、うん、なんか、ね、たくさん働いて大変だから、はいはい、もうちょっと働き方改革した方がいいんじゃないの、はいはい、とか、そんなむしろ官僚の人に対するもはや気遣いが出てきちゃってる時代なのかなと思っていて、はいはい、だそういう意味で言うとやっぱりその東大生のその就職の行きたいところっていうのが前の動画でも言ったんだけど、数年後それが降りてきてですね、うん、別のなんていうかな、ちょっとまあ偏差値的に下の大学の人たちがまた目指すようになってみたいな、うん、今のだからまさに銀行みたいな感じですよね。なるほど。そういう風になってくるので、まあ、官僚を担う人たちの層っていうのが少しずつ変わってくるのかなっていう気がしますね。はい。あとまあこれは個人的なちょっと意見にも入っちゃうんですけど、最近官僚ってなんかこう高齢化が進んでるとよく言われるじゃないですか。ああ、なるほどね。はい。まあ、なので、まあ、どっちかというとこう将来の仕事を目指したいなってなんか最初のきっかけって憧れっていうのが多いと思うんですけど、うんうんうん、最近の政治家、まあ、政府を見ててなんかこういう風になりたいなみたいなかっこいいイメージを持つ人っていうのはもしかしたら減っていってるのかもしれないですね。確かにね、それはあるかもしれないね、うん、で実際今じゃあ未来どうなるのって話なんだけど、直近で言えば皆さんも知ってると思うんですけど、やっぱ分一の人気が非常に落ちてる、はいはい、でデータでも分散の方が高かったりとか、うん、まあまあ年によって多分変わるんでしょうけど、まあ、これからもねそういう傾向っていうのは変わってくるんだと思います、うん、まだ僕が東大に入る時なんかは分一がやっぱり一応合格最低点では一番上でしたよ、ずっと上でした、はい、うん、ただまあ近年だいぶ変わりつつあるということなので、うん、まあ、そういったところですね、皆さんも知っている方も多いのかなというふうに思いますけれども、まあ、ぜひね参考にしてみてはいかがかなというふうに思います。まあ、あとはですね、個人的に言わせていただくと、まあ、これからどうなっていくかという観点でやっぱり、まあ、官僚っていうもの自体が少しちょっと変わってくると思うんですよ、はい、うん、というのはなんかその今までって官僚の人たちがこう日本の政治を、うん、まあ、支えてそれで国をこう良くしていくとか、まあ、変えていくってことだったと思うんですけど、はい、どちらかっていうとなんか官僚が今の社会だとなんか抵抗勢力になってるのかなって個人的には感じるんですよ。抵抗勢力ですか？そう、むしろなんかその官僚の人たちってさっき田村さんが言ったように、はい、まあまあ、高齢化してるからかなのか分かんないけど、はい、考え方が古いというか、そうですね、適応できてないんじゃないかなと思って、うん、あ、これはあると思いますね、一部。そう、はい、で一番その最たる例がデジタル庁だと思うのね。デジタル庁、はいはい。で別に僕はひろゆきさんの信者でも何でもありません、うん、ただ、まあ、彼なんかが発信している内容を見るとやっぱりちょっと官僚の人たち今の最先端のそのデジタルとか IT とかに追いついているのかなってちょっと疑問
問がありませんか。確かにそれはあると思います、うん、とかなんかデジタル庁とかのホームページ見たりとか、うん、してみたんだけど、やっぱちゃんとなんかこれ大丈夫なのかなって思うんですよ、うん、そうで一応まあ国のねエリートの人たちがそこにまあ参画してるんだけど、でも多分デジタルとか IT って民間の最前線でやってる人の方が知識も技術もあるような気がするんだよね。それは多分そうだと思いますね。そうだからもちろん国としてやっていくことなんで、うん、全部民間に任せますってわけにいかないのはもちろんわかるんだけど、官僚だから俺たちが偉いから、うん、俺たちで考えて決めるんだ、でその実行の部分だけ民間にやらせればいいんだ、外注すればいいんだじゃなくて、はいはいはい、そこにもっとその民間の意見とかを入れていくようにしていかないと、うん、まあ、これデジタル庁の話ですけど他の話もそうですよね、はい、変わっていかないんじゃないかなって。そうですね。そうでその最たる例が、はい、まあ、ここをね実は今日話したかったんだけど、はいはい、その最たる例が文科省 の、 その結局共通テスト改革だと思うんですよ、はいはい、入試改革、はい、あれってさ結局なんかその伝統的にずっとこう教育をやってきた人たちじゃない人たちがメインになって、はいはい、で一部、うん、まあ、ちょっと名前言うとバッシングになっちゃうからやめるけど、うん、予備校の先生とか、はいはい、なんかよくわかんないけど民間企業のさ大企業の経営者とかね、うん、皆さんも絶対知ってる人ですよ、調べれば出てきます、そういう人たち呼んで、はいはい、ごちゃごちゃ議論してなんかね記述式にしろとかね、はいはい、民間試験だとかね英語の言ってたわけですけど、はいはい、いやいやって話じゃないですか、うん、なんかそれってもっとなんか現場で働いている本当に先生方、うん、一応ね国がやってることなんで、まあ、僕ら塾屋は後回していいと思うんですけど、その本当に学校の先生方とか、はい、で大学現場で英語の指導をされている先生方とか、そういう人の意見をもっと幅広く聞いて変えていかなきゃいけないのに、うん、なんていうのかな、言い方悪いけど頭でっかちな人だけ集まってなんか考えてやってんじゃないのみたいな部分が僕は拭えなかったんですよ。確かにそうですね、うん、はいはい、なのでやっぱりそういう風なことをしてしまうとさ、なんか文科省ってなんかしょぼいなって思うじゃん今の若者が。はい、思いますね、うん、入りたいと思わなくない。確かに、例えばじゃあそういう優秀な人たちがさ、別にまあ東大でも総研でもみんなけど、はいはい、じゃあ優秀な人たちがいました、うん、ね、いや俺が文科省に入って教育を変えてやるって思えないよね。そうですね、うん、あとまあ文科省の話もうちょっと加えて、一般の人がおそらくまあ全然政府っていうのは国民のまあ意見とかあんま聞かないのかなって多分思った最近の事例として、あの思い当たるのがまあ東京オリンピックなんですよね。東京オリンピック実施された時ってまあ感染者数とかすごい増えてたと思うんですけど、その時結構国民の大多数がまあ反対だみたいな、もう中止しろみたいな言ってたと思うんですけど、なんかそれをあんま聞かないというか強行というかしたじゃないですか。まあなんかそれをそういうのを見てると政府に何言っても無駄なのかなみたいな、なんかそういうふうに思ってる若者たちが増えてきてるのかもしれないですね。確かにね、だからまあオリンピックやったことが正しいか正しくないか置いといてってことだよね。そうですね、はい、そう、ただみんながいろいろ声を上げてるんだけど、うん、あんまりそういうことは関係なく、はいはい、なんかこう偉い人たちの都合で決まっている感じとかね。そういうことですね。あとね、はい、なんか消費税とかもさ、別に誰もやりたい人なんていなかったと思うのよ、はい、8% から 10%、うん、あ、もちろん5から 8% もそうなんだけど、うん、8から 10% でやりたいって人は多分誰もいなかったんだけど、なんかしれっとなってました、はい、とかあと例えばみんな 10% になると思いきや、なんかね、うん、新聞は 8% ですとか、なんかさ、うん、え、それってどういうことなんですかねとか、まあまあここで言うのやめときますけど、思っちゃうわけじゃないですか、はいはい、うん、なのでそういうところも含めてね、やっぱりこう別に政治がね全てではないんですけど、国を支える、ただやっぱりその政治とか官僚とかっていう人たちが若者にとって、うん、なんか自分も憧れるというか、はい、別に全員に憧れてもらう必要ないんだけども、自分もそういうところでね国を良くしたいって思えるような、うん、人がこう集まれるような環境になるといいのかなというふうに思った次第です。そうですね、なんか今日はねなんか受験の話というよりは世の中に物申すみたいになっちゃいましたけど、まあたまにはこういう話もいいんじゃないでしょうか。皆さんのご意見もコメントでお待ちしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。